はい、皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。ただいま実家におります。ふと思い出したことなんですが、今回は自分が多重債務者だった時の話を少しさせていただきたいと思います。このコロナ禍で何かしらの悪影響を受けていない方っていうのはほぼほぼいらっしゃらないと思うんですね。かくいう自分だって影響がなかったかと言われればありました。ないと言ったら嘘になります。先見の明がある方っていうのはコロナの給付金、そういったものっていうのをうまく活用して、先に給付金もらえるものはもらっとくかみたいな感覚でうまく資金食いつないだ人もいると思うんだけれども、コロナがあってその後影響が出るまでにすごく時差があった職業の方もたくさんいらっしゃると思うんですね。いやまだ余裕っしょと思ってたら、じわじわと真綿で首を絞められるように資金繰りが悪化したりして、どうしようって思った時には、例えば給付金も厳しくなりましたよね。給付金詐欺が横行したりして、その締め付けが厳しくなってからやばいと思って対応しようと思ったけれども、審査が以前は右から左へポン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 審査通していったものが今はもうそうではなくなってますから、そういった点でも時間がかかってしまって余計やばくなってしまったっていう状況の方もいらっしゃると思うんですね。自分は20歳ぐらいの時にミュージシャンになりたかったというか、ミュージシャンを一応やってたっちゃやってたんですよ。貧乏ミュージシャンを。で、その時にベースですね。楽器のベースを5本ぐらい持ってて、1本が50万とか、高いものは70万とかの楽器だったんで、それを5本持ってたってことは300万円ぐらい、それ全部分割で借金をしていたわけですね。で、その時に5社、6つの借金を背負ってました。消費者金融が多かったんですけど、ノーローン、プロミス、アコム、ジャックス、あともう1個なんか。っていう形で6つの借金を背負っていた人間なんですね。この6つからまず1つ消して、もう1つ消して、もう1つ消してっていう形で的を絞って1社ずつ借金を完済していくっていうやり方を取りました。毎月返済しなきゃいけない最低限の金額はあるから、それは返済しつつ、とにかく注力する、1社に注力するっていうことを繰り返していって完済することができました。クレカの返済についてもちょっとしたコツってお伝えさせていただきたいと思います。自分アメックスのゴールドメダリオンっていう会員なんですよ。先日たまたまアメックスに連絡していろいろと話すことがあったんです。その際にお聞きしたことをシェアさせていただくと、支払いが困難になって、かつコロナの影響でそうなってしまったという方は、ただ電話越しで申告するだけで支払わなければいけないお金を1年間に分けて分割で支払う手続きを行うことができる。それを行うことによって信用も毀損されることなく支払いも現実的に行えるだとか、そういうプランをカード会社ごとに用意していたりだとかするんですよ。よって私がおすすめするやり方、これは絶対やってほしいってことはですね、もし多重債務ないし、クレジットカードの返済が滞りそうだないし、もうこのまま支払っていくのは無理だって思った際に逃げないでほしいんですよね。逃げるっていうのはカード会社から電話がかかってきても無視する。それを何日も1ヶ月も続けちゃうと、カードが利用停止になったりだとか、一括の返済求められたりだとかするだけではなくて、で、皆さんの信用情報に傷がついたりだとか、まあ、とにかくデメリットしかないわけです。積極的に連絡することによって、何かしらの救済措置がコロナ禍ですからあったりするわけです。よって、弁護士を通しておまとめで少しずつ返済していくっていうやり方ももちろんあると思うし、それを間違っちゃいないけれども、それを行うとその後5年だか7年だかクレジットカードが使えなくなる、俗にブラックリスト入りみたいな感じにしてしまうわけじゃないですか。そうしなくても、カード会社ないし、その消費者金融でもその消費者金融に連絡して、積極的に連絡して、少なくともかかってくる電話を無視するっていうことはせずに、しっかりと対峙するっていうことが大切なんじゃないかなと思います。話をその20歳前後の消費者金融から多重債務してた頃に戻しますけれども、当時自分はプロミスの支店長みたいな人と、あまりにも積極的に自分から電話してたので、すごい仲良くなっちゃったぐらいなんですよ。まあ仲良くなるって言っても、お金を借りてる側、貸してる側なので、一緒に飲みに行こうかみたいな仲良くなったってわけじゃないんだけれども、少なくとも普通プロミスの借金の催促の電話が来たらみんな逃げる人の方がほとんどなんですよ。自分はそういった電話が来る前に自分から連絡して、すいません、今月の支払い日何月何日までにいくらいくら支払うことならできるんですがっていう形で自分から連絡したんです。そしたら向こうとしても
催促の電話を何回もかける必要もないし、そして自分から積極的に電話かけてくる人っていうのも珍しいので、少なくとも返済の意思がしっかりとあって自分から連絡してきてくれる人なんだっていうことで、それなりにこちらに融通聞かせてくださったりするんですよ。なのでそういったやり方でこの厳しいコロナ禍並びにこのコロナのゴダゴダの影響が今になって出てきたような方も少なからずいらっしゃると思うので、そこの部分は積極的に対峙しながら、こうこうこういう事情でこういう状況になってしまっているって正直に告白して、現実的に支払っていくために何かしらご助言いただけますかだとか、何かしらのプランありますかだとか、そんな感じでできる限り向き合っていくっていうことをお勧めさせていただきます。別に私はその金融関係のプロじゃないですから、一応ファイナンシャルプランナーの資格は取ってますけれども、3級止まりの人間ですから、そこまで細かい話っていうのはできません。なのであくまでも一人の多重債務になったことがある人間の実体験はこうでしたという程度の話としてご参考にしていただければ幸いです。最後までご清聴くださりありがとうございます。